東京進学大学は東京都三鷹市大沢三丁目10番30号に本部を置く日本の私立大学である。1949年に設置された大学の略称は東進大。東京進学大学と隣接するルーテル学院大学学部大学院付属機関学部生と大学院博士全期課程に所属する学生によって構成される組織委員会 クラブ活動、行事等の活動を行っている。礼拝委員会やカルバン研究会、ゴスペルソング同好会など、キリスト教関連のものが多いが、体育会系のクラブも若干数存在している。礼拝教師も学生も日曜日は、教会の礼拝に出席しているため、月曜日は選択科目が2コマあるだけである。チャペルでの学内礼拝は、 授業期間中の火曜日から土曜日まで毎朝行われる。説教は教授陣と学生がこれに当たるが、学外からのゲストを説教者に迎えることもある。パイプオルガンの総額も主として学生が奉仕する。学内礼拝は教室における学びと並んで学生生活の中心として位置づけられている。クリスマスにはクリスマス礼拝が開催される。 夏季伝道実習学部4年と大学院前期課程1年を中心とした学生が夏季休暇期間に参加する実習。全国の教会に実習生として派遣され、1ヶ月間実際に説教や様々な奉仕に従事する。開催にあたっては事前に総講義当会、事後に報告会が開催される。全学収容会毎年11月に開催されている収容会。 学内すべての学生、教員が参加する。主題が学生たちが決め、学内外から講師を招いて開催される。前身である東京キリスト教進学専門学校の卒業者を含む。建物韓国のソウルにあるイエス教長老会、進学大学校との間に、相互協力協定を結び、相互に教員を派遣して、講演会を持っている。 母体である日本キリスト教団が認可している。神学校は次の通り。AB、東京進学大学の特徴。東京進学大学。2020年2月13日閲覧。ケアンズ、キリスト教前史、入試、入学に関する Q&A。東京進学大学。2020年2月13日閲覧。東京進学大。東京進学大学在籍数。 2012年5月7日閲覧。財団法人大学基準協会。東京進学大学に対する大学評価結果。並びに認証評価結果。2011年5月1日閲覧。同志社大学文学部進学科も合流を求められたが、大学例準拠の進学科が、専門学校例準拠の上学校に吸収されることは受け入れがたいとして、 日本キリスト教団の強制を跳ねつけた図書館の紹介東京進学大学図書館2020年2月13日閲覧学生会の活動東京進学大学2020年2月13日閲覧 AB 礼拝と信仰的訓練東京進学大学2020年2月13日閲覧 AB キャンパスカレンダー 東京進学大学2020年2月13日閲覧アクセス東京進学大学2020年2月13日閲覧キャンパス施設東京進学大学2020年2月13日閲覧進学研修志望についてのご案内東京進学大学2020年2月13日閲覧国際交流 東京神学大学2020年2月13日閲覧教師神学校キリスト教教育主事日本キリスト教団公式サイト2020年2月13日閲覧ありがとうございます